ジョン・ブッテはアメリカ合衆国のジャズシンガー。1990年代よりニューオーリンズを拠点に活動する。その音楽性はジャズの枠に留まることなく、R&B、ゴスペル、ラテン、ブルースなど幅広い。姉はジャズ、ゴスペルシンガーとして著名なリリアン・ブッテである。ニューオーリンズでクレオールの家系に生まれたブッテは、 地元の伝統的なマルディグラやセカンドラインに触れつつ、スティービー・ワンダーやマービン・ゲイといった R&B のアーティストを聴きながら幼少期を過ごした。中学、高校ではトランペットとコルネットを演奏し、マーチングバンドに参加、またアカペラグループを結成して、路上で歌った。その後、市内のザビエル大学に進学したブッテは、経営学を専攻し、卒業後は、 軍隊で4年間を過ごした。除隊後、当初は音楽の道は歩まず信用共同組合に就職した。転機となったのは、スティービー・ワンダーと出会ったことであった。ワンダーは彼の歌声を聞いて絶賛し、シンガーになることを勧めたという。その後、ディリアンのヨーロッパツアーに参加し、本格的に音楽の世界に足を踏み入れることとなった。1994年、 リリアンのライブアルバムゴズペルユナイテッドに参加。1993年には、自己名義のアルバムスルーザー・アイズ・オブ・エイ・チャイルドをリリースした。2000年には、キューバのグループ、キューバニスモがニューオーリンズでレコーディングした、マルディグラ・マンボにゲストボーカリストとしてフィーチャーされている。近年は、元カウボーイ・マウスのポール・サンチェストの共演を重ねており、2009年には、 サンチェストのデュオを名義作スティュー・コールド・ニューオーリンズをリリースするに至っている。また同年リリースとなった、ジョン・スコフィールドのニューオーリンズ録音版、ピアティ・ストリートでも4曲でボーカルを取った。ブッテ家には、彼とリリアンの他に、歌手のトリシア・ブッテ、タニア・ブッテがおり、いずれも、ジョンの名にあたる。ブッテの楽曲トリームは、2010年4月より、米国のケーブルテレビ局、 HBO のドラマシリーズトリームのテーマ曲に採用された。ありがとうございます。